えっと、今日は私が毎日英語を勉強している方法をお教えします。えっと、私はだいたい皆さんに音読で、えー、今、英語を教えているんですけれども、えっと、自分自身もずっと音読をやってみて、えっとここ5年で今までのボキャブラリーの2倍くらい、えっと だから今まで、それまで30年も40年も勉強してきて、その分くらい、あの、えっと、覚えて、それから、何も考えなくても英語ができるっていうか、間違った英語もしゃべりますけど、えー、しゃべるっていうか、まあ、間違ってし,しまいますけれども、でも、その、なんていうんだろう、躊躇なく間違えるっていうか、そんな感じになってきたんですよね。ですから、これは、若い方にも、私のように、もう70に、来年70、今69ですから、70歳になる。 人にもいいいんんじゃないかなかと思うんですただ問題は私は英語オタクなんで英語好きですからこれが根底にあるんじゃないかなとは思ってますけれどもでもまあだからあの音読があの万能だとは言いませんけどでも少なくともえとある程度の人にはえ効果があるだろうとそれからあとストレスも少ないし簡単だしどこでもできる。 毎日もできるっていうで。その簡単なやり方をここで、今 AI が発達してますんでね、あのアカウントを取ったり、あるいはアカウントを取らなくても AI でいろんな AI が出てますから、えっと検索してその AI を使えばいいと。無料のやつね、無料版ね。あの有料版は別に使う必要はありません。で、例えばこれ、チャット GPT なんですけれども。 私があと毎日も英語を勉強している、勉強しているから練習している方法はこれです。ここに例えば私が日本人の小学生の英語学習に特化した AI を作ってください。っていうふうにあのチャット GPT に頼んだんです。そうするとチャット GPT はこんなふうに答えてくれます。ここにずっと、えー、AI を作る方法とかこんなふうにやるんですよということを書いてくれます。で、これに対し、えっと、これをですね、日本語を の意味も必要なんで、日本語の意味もえー、っとここに書いてあります。えー、っと、日本人のこれ、これですね、これね。はい。そして、あ、これが英語なんですね。そして英訳してくださいって私が言ったんで、英語になってます、こういうふうに。ですから、英語、日本語、どっちもありますから、これ全部読めば、えー、っと、まあ、AI に関する単語とか、教育に関する単語とか、それから、小学校の英語に関する単語とか、えーまあ、プロの 先生が勉強する方法も分かると思うんですよ。で、これちょっと、えー、音読していきましょう。えっ、ー、とね、ここにコピーしましたので。じゃあ、これ音読です。これは私が毎日やってるんですね。だからこれはもう私のお勉強です。<laughs> はい、じゃあ、いきます。一緒にやりましょうか。せーの。日本人の小学生の英語学習に特化した AI を作るためには、以下のようなポイントを考慮して設計することが重要です。 簡単で分かりやすいインターフェース小学生が直感的に操作できるシンプルなデザインキャラクターやアニメーションを用いて親しみやすく年齢とレベルに応じたカリキュラム、ね、学年ごとのカリキュラムを設計し基礎から応用まで段階的に学べるようにするゲームやクイズ形式で楽しく学習できるコンテンツを提供発音練習とリスニング強化 AI が発音を評価しフィードバックを提供する機能 ネイティブスピーカーの音声を用いたリスニング練習語彙力の強化日常生活で使う単語や表現を中心にテーマごとの単語学習フラッシュカードやインタラクティブなゲームで語彙を増やす文法と文章作成基本的な文法を分かりやすく説明するコンテンツ簡単な文章を作成する練習問題文化の理解英語圏の文化や習慣についての学習コンテンツ 国際理解を深めめるためのビデオやストーリーリ評価とフィードバック定期的なテストやクイズで理解度を確認学習の進捗を確化しモチベーションを維持する仕組み具体的な AI の設計には以下のステップが必要です1ユーザーインターフェース UI の設計小学生が使いやすいインターフェースを設計します例えば明るい色使いやキャラクターを用いたデザインが有効です 2. 学習コンテンツの作成年齢、作成。年齢や学年に応じた学習コンテンツを開発します。これには以下のようなものが含まれます。語彙や文法の練習問題。リスニング練習用の音声ファイル。発音練習のインタラクティブなツール。ゲーム、クイズやゲーム。3.AI の開発。自然言語処理。NLP 技術を用いてユーザーの回答を評価し。 適切なフィードバックをを提供すする AI を開発します以下の機能を持つことが望ましいです。音声認識と発音評価自動採点システム個別にカスタマイズされたフィードバック4データベースと学習管理システム LMS の構築ユーザーの学習データを保存し進捗を理管理するためのデータベースと LMS を構築します。 これにより、個々の先生の学習履歴を、個の生徒の学習履歴を追跡し、パーソナライズされた学習プランを提供できます。5. テストと改善。プロトタイプを作成し、実際の小学生に使用してもらい、フィードバックを収集します。その後、必要に応じてシステムを改善していきます。例。例えば、いかのような対話が可能な AI を作成します。ユーザー。今日は何を学ぶの ?AI。 こんにちは。今日は新しい単語を10個学んで、それから簡単な会話の練習をしましょう。準備はいいですかうん、いいよ。まずは Apple という単語を知っていますか日本語ではリンゴと言います。発音してみましょうか。Apple。とてもいいですね。発音がバッチリです。それでは次の単語に進みましょう。このようなインタラク,ラクティブな 学習体験を提供することで、小学生が楽しく効率的に発音を学ぶことができます。こういうふうに答えてくれたので、これ英訳してあるので、英語でも読んでいきましょうね。これってきっと、エッジ AI みたいなのを使うんですよね。エッジ AI って、あの今、これも、あの、えー、これブラウザーで使ってる AI だったので、さっきのチャット GPT も。これはあのクラウドって言って、これ、 パソコンの中に何かが入っていたり、スマホの中に何かが入っているわけじゃなくて、クラウド上、つまり他のところから電波で持って送られてきて、やり取りして作ってるわけですね、これね。チャット GPT、さっきのこれなんですけど。で、これは多分こういうことができるのは、HAI っていってあの、パソコンとか、それからスマホの中に AI が入っている。まあ、それはもちろんこのチャット GPT のような、うん、すごく大きくて、いろんなことができるものとはもう、 比較にならないくらいあの簡単で単純なんですけど、それにもかかわらず、やっぱり行ったり来たりの手間が省けて、その中で回答してくれますから、瞬時に人間のように、例えばユーザーが Apple って言ったら、ああ、とてもいいですねってすぐにこう答えてくれるわけです。だからまずは本当に、えっと、会話をしているような、そういうことをやりましょうってうこと、これインタラクティブって言いますね。じゃあ、ここから英語で読んでいきましょうか。 To create an AI specifically for teaching English to Japanese elementary school students, it is crucial to consider the following points simple and intuitive interface, design a user friendly interface that elementary school students can operate intuitively, use characters and animations to make it engaging, curriculum. Tailored to age and level. Design a curriculum for each grade, allowing students to progress from basic to advanced levels step by step. Provide content that makes learning fun, such as games and quizzes, pronunciation practice, and listening enhancement. Implement a feature where the AI evaluates pronunciation and provides feedback. Include listening practice with audio from native speakers. Vocabulary building. Focus on words and expressions used in daily life, orga organized by themes. Use flashcards and interactive games to expand vocabulary. Grammar and sentence construction. Provide content that explains basic grammar in an easy to understand manner. Offer practice exercises for constructing simple sentences. Cultural understanding. Col include learning content about the culture and customs of English speaking countries. Use videos and stories to deepen. International understanding. Assessment and feedback. Regularly test comprehension with quizzes and tests. Visualize learning progress to maintain motivation. The following steps are necessary to design the AI 1. Designing the user interface, UI. Design an interface that is easy for elementary school students to use. Bright colors and character based designs can be effective. Two, creating learning content. Develop learning content appropriate for each age and grade level, including vocabulary and grammar exercises, audio files for listening practice, interactive tools for pronunciation practice, quizzes, and games. Three, developing the ai develop an ai using natural language processing nlp technology to evaluate user responses and provide appropriate feedback Desire fe desired features include speech recognition and speech rec recognition recognition and pronunciation evaluation Automated scoring system, personalized feedback, building a database and learning management system, LMS. Construct a database and LMS to save user, learn, user learning data and manage progress. This allows tracking of individual students' learning histories and provision of personalized learning plans testing and improvement create a prototype and have actual elementary school students use it to co collect feedback then improve the system as necessary example for instance you can create an ai capable of the following conversation user what are we learning today ai, AI. hello Today, we'll learn 10 new words and then practice a simple conversation. Are you ready? Yes, I'm ready. First, do you know the word apple? In Japanese, it's ringo. Can you pronounce it? Apple. Great! Great job! Your pronunciation is perfect. Let's move on to the next word. By providing such an interactive learning experience, elementary school students can enjoy learning English efficiently and effectively.